田中康は、日本の物理学者。医界は、正四位。学位は、理学博士。宇宙科学研究所名誉教授、東京大学名誉教授、名古屋大学特別教授、日本学士院会員、文化功労者。東京大学原子核研究所助手、名古屋大学理学部助教授、東京大学宇宙航空研究所教授、宇宙科学研究所教授、日本学術振興会ボン、研究連絡センター長、独立行政法人日本学術振興会ボン、研究連絡センター長などを歴任した。大阪府生まれ。1953年に大阪大学理学部物理学科卒業、東京大学原子核研究所助手を経て、1961年、大阪大学理学博士、空気シャワー中の核子成分の考察。1962年から名古屋大学理学部助教授となり、1974年から1994年まで、東京大学宇宙航空研究所教授、マックス・プランク宇宙物理学研究所客員教授、宇宙科学研究所名誉教授などに任じられる。宇宙科学研究所教授を退官後、2008年まで日本学術振興会ボン研究連絡センターのセンター長を務めた。X 線天文学の分野で、超難 X 線の測定方向案、X 線バーストの吸収線の発見などで貢献し、X 線天文衛星、CORSA、銀河などの運用に貢献した。2011年12月、日本学士院会員に選出。2018年1月18日、86歳で没した。信正4位。ありがとうございます。